こんばんは。はい、こんばんは。いつも車庫の中でね、リップスティック、練習したりねしてるんですけども、結構ね床がコンクリートのね打ちっぱなしなんで、滑るにはねすごい滑りやすいんだよね。こんなに滑るよ。うん、外だとちょっとあんまりいいとこがなくてね、家の車庫だとすごく滑りがいいんですけども、はい、こんな感じでねいつも、練習して、いるんですけども、タイヤ自体ね、そんなに、滑りがね悪いとかそういうのはないんですけども、今回ねちょっと、はい、こちら、はい、ブレイブボード、リップスティックの、タイヤですね、これをね、買ったんで、こういうやつですね、はい、あのヘビのマークみたいな、なんて言ったらいいかな、はい、どこだったかな、はい、下の方にあの、リンク貼っとくんで、はい、このね赤い純正はね白いんですけど、このこいつですね、このベアリング付きの、このタイヤ、はい、一応ね私の分のやつも買ったんでね、はい、こっちは72ミリか、大人のやつは72ミリで、子供のやつが、子供のやつが72ミリで、大人が、76ミリですね。はい。これね、早速これね、交換して、ちょっとね、滑りに違いがあるのか、ちょっとね、聞いてみたいと思います。はい。じゃあ、タイヤの方、ホイールの方ですね。交換してみたいと思います。はい。純正はですね、はい。こういうね、白いタイヤでね、後ろもそうですね。特にね、周りが悪いとか、そういうのはね、ないんですけども、はい。今回は、こちらですね。はい。この赤いやつですね。これに、取り替え、してみたいと思います。一応ね、あの説明書の方も、付属してるんで、作業の方はできると思います。工具の方はね、ついてないんで、自分でね、用意する必要がありますね。はい、じゃあね、タイヤの方、交換していきます。以前ねちょっとね外して、オイルの方ねくれたことがあるんで、一通り、分解の手順とかですね分かってるつもりなんですけども、はい、一応ね手が汚れると思うんで、手袋は、した方がと思いますね。はい、ビスですね。はい、してこのシャフトが入ってるんですよね。でタイヤの方が、こういうスペーサーですかね。でこういう感じで、挟み込むような形になってるんですね。はい、じゃあこちらですね。これが、純正ノーマルのタイヤになります。ちょっと大きさ比べてみますね。若干こっちの方がね大きいですね。はい、ちょっと大きくなりますね。はい、
ちょっとじゃあね、洗浄の方します、はい、よいしょ、ね、はい、はい、一応ガタないか、確認しておきます。今回、このオイルちょっとね、くらえておきますね、はい、あのスケボー用のベアリングのオイルですね、はい、ここに一応注入しておきます、はい。そうですね、じゃあ純正のタイヤから、こちらのね、タイヤの方に、交換していきますね、はい、意外にあれかな、どうかな、まず、シャフトに入れて、ね、ちょっと中が中のスペーサーみたいなやつが動くんで、ちょっとねあれですかね、反対方向からちょっと、手助けした方がいいのかな、そうですかね、はい、入るかな、ね、はい、これで締め付けていけばいいのかな、はい、せっかくなんでここにもオイル入れておきますかね、はい、はい、よし、これでよし、大丈夫ですね、ちゃんと回ります、干渉してないですね、多少こちらの純正よりは大きくなりましたが、大丈夫ですね、タイヤの方どっかに当たってはないですね、はい、交換の方ね終わりました、こっちね、リアの方なんですけども、もう一度いきますね、結構ね、滑らかな回転しますね、はい、じゃあもう一度いきますね、軽くね回すだけで結構くる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 と回転がスムーズですね、やっぱベアリングもいいやつを、使ってあるっていう風に書いてあったんでね、これは結構期待できるかもしれないですね、はい、じゃあ交換の方終わりました、じゃあメイクベアリング変えたんで、うん、ちょっとね試しに滑ってみてください、はい、じゃあ行ってください、おー早い、どう、すごい滑らか、滑らか、うん、よく滑る、軽い？うん、軽い。じゃあタイヤ交換して成功だったかな？ねえ。はい、ということで今回はですね、はい、リップスティックの、
タイヤ交換をお送りしました。買ったところは、MJ ストアさんですね。はい、こちらのお店で、買いました。ちゃんとね、交換方法の、説明書も、ついてきました。タイヤをね、交換したら、かなりね滑りの方が、滑らかになったということなので、ね、もし、純正のタイヤでね結構使い込んでて、っていうのがあればね、ぜひねこの赤いタイヤですね、はい、変えてみるのもねいいかもしれません。余計滑りがね良くなって、またね、楽しみが増すかもしれませんね。はい、ということで今回は、リップスティック、ミニのねタイヤ交換をお送りしました。以上です。アミチよー。